ススタートアップスジャパンの吉美子と申します先ほどカイリーが登壇していたんですけれどもあの500スタートアップスの日本ファンド3年前に立ち上がって今40社に約40社に投資をしているんですけれどもそのシニアアソシエートとして働いています今回ヘルスケアのセッションで登壇させていただいた背景としてはもともと私自身が看護学部で、えー、看護学を大学時代専攻していたんですけれども その時にまに、あ、ヘルステックという領域にすごく興味を持ちましてヘルステックに関するメディアを大学時代に立ち上げて売却しましたで今回、日本を代表するヘルステックスタートアップのフィンクの CTO、南野さんにお越しいただいて日本のヘルスケアスタートアップがどのように日本の医療業界およびヘルスケア業界を変えていくのかというところに関して少しお話をお伺いしていきたいと思います。じゃあさん、軽く自己紹介お願いできますか。 めましてあのフィンクの代表取締役の CTO、南野と申します。あの本日です、ね、ちょうど発表がありまして、えー、資金調達の発表と、あとは代表取締役に就任させていただいたといった形で、まあ、フィンクでまあ5年ぐらいジョインしてたんですけど、参画当時から、えー、CTO としてやってきておりますと。軽くまあ会社の説明と自己紹介もあるので、スライドで説明させていただきます。えっと、フィンクは年の4月に 創業しておりまして今は東京の有楽町とメンロパークにオフィスを持っておりますで、メインは今国内やってるんですけどこれから海外も視野を入れて今展開しようとしているところになりますだいたい従業員は200名ぐらいいますで、まあ、会社のビジョンとしましては一生に一度のかけがえない人生の成功をサポートするといったところをビジョンとしておりましてやはり健康を失ってしまうと 自分の人生が台無しになってしまうと、まあ、その人生のサポートをしていくといったところをコンセプトに会社を作っておりますとで特筆すべきところとしては今株主さんに一部上場企業の会社さんが多分日本のスタートアップで一番多い会社になっておりましてやはりヘルスケア業界にまあ参入したい大企業の方々に今出資していただいて、まあ、業務提携なり行いながら今会社を成長させているといったところになります。 で私の自己紹介なんですけどもともと大学時代は機械学習だったりとか予測エンジンの研究をしておりましてエネルギーの研究をしておりましたと具体的に言うと太陽光パネルの発電量の予測とかをしていたんですけど、まあ、そういったような世界的な賞を頂い,いたりとかしながら、まあ、そこでスタートアップ自分で持ってたんですがやはりヘルスケアのやっぱこの壮大なビジョンと大きな市場に魅力的に思い株式会社フィンクにジョインしたといったのがもともとになります。 でそこは CTO をやりながら、えー、ディープライン,ニング協会の理事であったりとかで今日ついに代表取締役に就任したといった形になります。でボードメンバーとしては主に金融系のメンバーと、えー、代表の溝口がもともとパーソナルトレーナーで、まあ、すごい業界のドメイン知識が多いといった私が、えー、その技術的なところをドリブンしていくといった役割分担で今ボードをやっているといった形になります。 で今日ですね、まあ、資金調達を発表したんですけど、約50億円強の資金を調達させていただいて、まあ、今まで累計で100億円強の資金調達になってきています。でこれはまあヘ,ルス業ヘルステック業界においては、やっぱすごいことだなと僕は思っていて、まあ、日本のこれがヘルスケアがもっとこのフィンクの調達のおかげで明るくなれば、より意義もあるのかなと思ったりしています。で それに伴いですね、さらにテクノロジーに特化した新組織体制にしていこうといったような目的のもと、まあ、私が今、代表取締役になるという一つあるのともう一つ、社名としてもフィンクからフィンクテクノロジーという名前に変えていこうとよりテクノロジーを意識した会社にしていくといった方針を今、打ち出しているところになります。で私たちがまあ提供してるのは何なのかというところなんですけど、まあ、予防に特化したヘルスケアアプリケーションを提供しておるといったようなところになります。 でアプリの実績としました。今い三330万ダウンロードぐらいを推移しておりましてだいたい1日1万人か2万人のユーザーが今ダウンロードしている状況で、まあ、年末には500万ダウンロード来年には1000万超えてくるという点を予定で今運営しているといったアプリケーションを展開しております、まあ、ヘルスケアはフィットネス系でいうと今アップルストアアンドロイドストアともに1位をずっと死守している状態で、まあ、日本では今やトップクラスになってきたのかなと思っていますでセールスにおいてもです、ね、月額課金の えー、ランキングも1位になっておりまして、まあ、ユーザー数だけじゃなくてしっかりマネタイズも行えているといったアプリケーションになってきたと去年の3月からリリースしているので、まあ、1年ぐらいでそこまで来たといった形になります。 フィンクの事業としては主に、えー、5つをやっておりまして1つが広告ですねアプリをダウンロードしていた方々フリー,のフリーなので、まあ、広告で、えー、マネタイさせていただいているところと、まあ、有料課金としましてはフィンクプレミアムという月960円のサブスクリプションのプランとフィンクフォービジネスという法人に。 アプリを提供するといったところと、またフィンクフィットというリアルな店舗を持っていまして、アプリを利用するだけじゃなくて、リアルなところでパーソナルトレーニングを受けてもらうといったことも提供しております。あとはフィンクのアプリは、ただ健康になるだけじゃなくて、使うとポイントがたまる設計になっておりますので、そのポイントをフィンクモールで交換できるといったようなところのフィンクモール事業も運営しております。で 他にもですね、まあ、特許もすごい力い入れてまして、まあ、フィンクがなぜこんな大企業と提携できているのかというとすごい IP その特許のとこはすごいあるかなと思っていますで一番大きな特許としましては、まあ、このライフログと提携し連携したパーソナライズアドバイスと一番左のスライドになっているんですけどもこちらはライフログを使ってアドバイス何かする時のっていうそのすごい大きな特許を取っているんですね でこれがすごい他の大企業さんと組む時はフィンクがやっぱ特許を持っているんで一緒に組みたいといった理由になりまして、まあ、フィンクは創業時からすごい代表の溝口がですね特許にすごい意識を高く持っていて、まあ、創業時からまあ AI は来るだろうと僕たちは踏んでいたのでこういったアドバイス系であったりとか AI を使ったものに特許を投資に投資しているので、まあ、すごい特許的にも強い地位を築けているといったところで自分たちのビジネスをすごい守りながらやっているようなこともやったりしております。 また、あ、はすごいディープラーニングに投資しておりまして私もディ,ディープラーニング協会の理事を今最年少でやらせていただいているんですけども、えー、フィンクでいうとヘルスケアその栄養士さんトレーナーがやっているところをできるだけ自動化していくと,といったところにすごい大量の投資をしておりまして、まあ、一番投資しているのは食事のところなんですけども、えー、右側のスライドにあるように国と今 AI 研究を一緒にやっていますとこれはまあ食事を画像を撮ると食事のメニューだけじゃなくてどんな材料が入っていて。 どういうカロリーなのかというのを質量を予測するといったところのプログラムを今国から1億円ぐらいの予算を自宅し行ったりとかもしているぐらいその食事の部分に関しては投資しているところともう一つは姿勢を測ってそのトレーニングメニューを組んでいく必要があるんですけれどもその姿勢の認識するところもディープラーニングにすごい投資しまして、まあ、作り上げているといったところもあったりしております。 フィンクとしてはまあ全ての人にパーソナルコーチをつけていきたいと今までは1時間5000円1時間1万円のパーソナルコーチを使って皆さん健康になっていったところを僕たちはそれアプリを使うことによって誰でもパーソナルコーチを手に入れられるといったようなところを目的として今行っているような会社になりますで、まあ、データとソリューションを使うことによってと AI を掛け合わせることで、まあ、ユーザーさんを健康にしていくといったところに今 すごい、なですか、ね、投資して、えー、事業を展開しているといった形になります。えー、スライドありがとうございます。えー、簡単にですけど、フィンクの紹介以上になります。ありがとうございます。早速、あの、今日リリース出されていた調達に関して少しお話をお伺いしたいんですけれども。 これまで総額100億調達されていて今回も55億多くがあの日本の大企業で生命保険会社さんだったりとか、うん、製薬企業さんから調達されていると思うんですけれども今回の調,調達で次の2年なり今回の資金を作ってどういうあの目標というかあの達成していくことがあるのかというふうに考えていらっしゃいますかねえと2つありまして一、まあ、つが国内で圧倒的な地位を築くというのが一つ。 でもう1つが海外への布石を打つっていうのが2つ目になるかなと思っていて、まあ、国内においてはもう今はどんだけマーケティングとプロモーションにすごい投資しようとしていますとで今はユー,ザーをユーザーさんに使ってもらえば使えるほどマネタイズもできるようになってますしユーザーがしっかり溜まっていく仕組みにもなってくるぐらいユーザーのリテンションが高まるアプリケーションになってきているので、まあ、そこをひたすら強みとして伸ばしていくとでユーザーを獲得していくところに投資しようとしておいます 今アジアアメリカを見てるんですけども、まあ、そういったところにまずフィンクとして海外にまず認知を高めていくで最初のビジネスの種を作っていくみたいなところに投資していこうと今しておりますと同時にあの技術の方に関してもかなり投資をされていくのかなというふうに考えているんですけれども実際にその フィンクさんんととしても AI ラボを持たれい思うんですね。そちらの今後の展開とかっていうのは今回の調達を受けて変わったりはすするんですか、えっと。基本的にフィンクの今技術の戦略としましてはそのトレーナーさんがやっていることまあ、で栄養士さんがやってきたことをできるだけシステム化していくところに投資していまして先ほどもあったように食事を認識するあとは姿勢を認識するっていうそのインプットの部分から。 そののの食食食事ををべべた人にはどうういいのいもればかアドバイスまで送っていくというところを一貫して、えー、ちゃんとした体験で届けるというところに投資していこうと思っています。そこはあまり引き続き変わらないですがさらにまあ今 AI においてはすごい画像認識であったりとかあ言語認識のエンジンがフィンクの中でもすごい強みとして出てきているので、まあ、それを横展開していく方向性も一個あるのかなと思っていて、まあ、そこは今検討して他の資金調達した会社さんであったりアライアンス会社さんで こういうことできないかっていうようなオーダーは来ているのでまあ優先度を決めてやっていこうかなとは思ったりはしておりますで、基本的に優先順位高いのは一番アプリのリテンションであったりアプリの使い勝手を良くするところの機能を充実させるというところが今会社としては一番優先高いところになります今おっしゃっていたあの 大企業とのコラボレーションで人工知能を使っていこうというところなんですけれども今回調達された企業さん多くがあの事業会社さんだと思うんですけど具体的に何か事業提携のお話だったりとか現在進んでいるプロジェクトっていうのはあるんですか、はいえー、と基本的にフィンクが事業提携し,し,したい会社様に、えー、しから資金調達を今行っている状況でして、まあ、名前は挙が,がっている会社さんはほとんど共同のプロジェクト挙がっているんですけれども、まあ、特殊すべき、まあ、具体的に言うと例えば資生堂さん であったりすると、まあ、フィンクのライフスタイルの,そのアドバイスだけじゃなくて資生堂の美容の知識も入れることでさらに健康だけじゃなくて美容まで,メンなんですユーザーさんの体験を良くしようみたいなところのプロジェクトが走っていたりであったりとかあとは帝人さん等も組ませていただいていて定人さんは睡眠をもっと特化して。 研究していきたいというような要望をいただいているのでフィンクの睡眠データであったりとか歩数のデータであったりとか食事のデータを用いて睡眠をもっと改善するようなデバイスであったりとかサービスを共同で作っていくといったところをやろうという話が進んでいたりはしております。ありががとうございます実際際にに今回ののの調達のリリースの際に加えてあの南野さんが 取り代表取締役 CTO に就任されているというところなんですけどフィンクさんってあの3代表制あの、C、溝口さんと小泉さん、はい、加えて南野さんというかなり変わった体制かなとうう思っているんですけれども実際のどうなんですかね事業を進めていく中で3名の方がそれぞれどういう役割でどういうふうにこう事業を伸ばしていかれているのかという組織の部分を少し教えていただけますか。 そうですね代表のバックグラウンドから話させていただくとまず代表の溝口 CEO はもともと18歳の時からパーソナルトレーナーにどっぷり使っているような結構ヘルスケア業界の未来を見据えているようドメインにすごい詳しい人物ですとでもう一つ小泉は資金調達であったりとかもともとゴールドマンの投資のヘッド日本のヘッドをやっていたのでその資金調達ネットワークであったりとか資金調達手法であったりとかそういうところの明るい人間ですと。 で私が結構研究時代から、まあ、IT であったりとか、まあ、ディープラーニングであったりそういう技術に詳しい人間なので、まあ、そういった部分でまあ役割分担を結構やっているんですけども結構ヘルスケアの業界って、まあ、資金が必要でさらにいろんな会社と、えー、提携するためのビジョンも必要でさらにそれを実現するための技術が必要なので、まあ、この3つを持っているようなトップでなかなか見つけれないなと僕は思っていて、まあ、そこを3代表にすることで補完し合いながら、えー 今事業を推進してきたといったのが今の現状なのかなと思っていますありがとうございます実際に技術の部分なんですけれども人工知能に加えてかなりフィンクのアプリ使っていただく、うん いてる方は分かるかなと思うんですけれどもかなり UIUX の部分のこだわりだったりとかユーザーが継続するあのたくさんのインセンティブっていうところをその設計にこだわってらっしゃるような印象があるんですけれども実際にその UIUX ていうところでどういうふうに開発をされているのかとかユーザーが継続していく上でどういう要素が、まあ他のアプリだとできていなくて FINK さんだとできているのかっていうふうふに考えていらっしゃいますか 私からするとディープラーニングはそもそもアプリの質がよくないとまず機能しないなと思っていてデータが集まってこないとそもそも計算しても全く意味がないのでユーザーに継続してもらうことが最もフィンクとして大事なことになってきますそんな中で2個大事なところに分けると UI と UX をきれいにしましょうとユーザーが使いやすいアプリケーションにしようというところと使ってもらう理由をしっかり作ろうというのに分けて考えておりますで UI UX の方は 本当にすごいデータドリブンで行っていて、まあ、ユーザーが全てどんな。 スクロールしたどんなボタンを押したどこで離脱したっていうデータをすべて取っているのでそれをリアルタイムに解析しながら日々チューニングを行って UX を良くしていくみたいなことをやっておりますあとはグッドバッチさんと提携させていただいて基本的にデザインはこうあるべきだであったりとか UX はこうあるべきだみたいなところの知見はフィンク社にも取り入れているのでその部分で UIUX の方は担保しているデータとその知見のある方に手伝っていただくといった形で担保させていただいているような形になります。 でもう1つはその使ってもらう理由になるんですけど、まあ、大きく5つの部分に分けて今使ってもらう理由が作っておりまして1、まあ、つがデータの入力その後のコンテンツの豊富さでもう1つがそのコンテンツとデータのマッチングアルゴリズムでもう1つがそのインセンティブでもう1つがそのコミュニティっといった人と触れ合うっていうところをえ意識して作り上げておりまして、まあ、データの蓄積におると本当にデータ入れやすくてデータを入れると グラフががにに見えるるとうころになってくるんですが、まあ、データを入れても何もソリューション返ってこないとなんだこのアプリ入れるだけで何も出てこないじゃないかってなってしまうのでそういったソリューションのところもすごいコンテンツを豊富にすることで担保しておりますとでコンテンツはすごい力入れてましてライフサイエンス事業部っていう論文を専門に扱っている事業部がいて、まあ、歩くのはこういう歩き方をした方がいい。 例えば食事だとこういう食べ方をした方がいいというエビデンスをすごい集めてそれをベースにコンテンツを作っていくチームがあります。でさらにまあコンテンツは動画であったりとか記事があるんですけども動画もそのただの人が動画を撮るんではなくてインスタグラムで結構フォロー数が多い人であったりとか人が見てて何ん,んですかね自分もなりたい憧れの人であったりとかそういう人たちをコンテンツを作る方々にあて,あてがうことでより他のアプリ使うよりフィンク使った方がいいなっていう理由を えー、作っているとでもう一つマッチングアルゴリズムってすごい大事になってきてどういうデータを入れるどういうコンテンツが出るかっていうその橋渡しをする必要があるんですけどもその部分もすごい、まあ、AI 機械学習ってよく言われてますけどそういったところに投資することでぴったり自分に合ったものが出てきて継続できるようなことができるような形で担保しているといった形になりますでもう一つこの一番でかいのがインセンティブの部分になってまして先ほどフィンクモールっていう、えー、ポイントがたまるとその使える 健康なヘルスケアモールっていうのを運営してるんですけどもやはり他のアプリを使うよりフィンクで歩いた方がポイントがたまって例えばお茶が交換できるとやったりとかサプリと交換できるだったりとかそういったことができるようにインセンティブの設計をしっかりしているのでほ他のアプリ使ってもらうよりフィンクはアプリ使った方がいいよねっていう理由になりやすいかなと思っています。でもううつは最後にでですけど、まあ、コミュニティってていうのががありまして自分一人人ややるんじゃなくて人とやった方が続く 人が使っているから自分も使おうっていうのがあると思っていますして結構フィットネスクラブでいうと、まあ、1人で来るより2人で行った方がなかなか、えー、継続するといったようなデータも取れているので、まあ、そういったのを元にしてアプリをできるだけ継続できるアプリにしていくというところを近い入れて行っているといったようなことを行っているといった感じですかね。はい、ありがととうございます phr かあの スマホでヘルスケアを管理しようっていう発想自体はまあ結構前からあったと思うんですね。で、その中でフィンクが実際に300万人に使われるっていうところで、どういった要素が特に大きかったかなというふうに思ってらっしゃいますかね。まあ二つあると思ってまして、はい、まあ一つが資金力があるからかなと思っています。でもう一つがそのリテンションできるアプリケーションを作り上げたことに尽きるのかなと思ってまして、まあそこはすごい。 鶏卵問題でであああるるんすすけどその2個があるととったところがありますで資金力に関しては私たち最初 2C のビジネスから始めたんだけなく最初 2B の方から始めてましていきなり 2C に、えー、アプリを作っても300万ダウンロードを稼げるような資金力であったりとか体力を得られないと思ったので最初は法人の方でマネタイズを行って資金調達していますでその得た資金を使って 2C の方に投資してきたといったように結構資金の使い方も戦略的に行ってきたのが一つ 成功した理由のか今,今のピンクがある理由なのかなと思っていてまだまだ僕たちの目的化した1合目でしか行ってないんですけどそれが1個あるのかなと思っています。でもう一つが先ほど言ったようにアプリの計測率を最初からすごい意識して作ってきたといったところがあると思うのでそこが掛け合わさって今の日本の日本トップに君臨するのはそこに理由なのかなと思っています。 ヘルスケアのスタートアップさんも最近10億だったりとかかなり大型の調達されてる会社さんもいらっしゃると思うんですけど中でもその何ですかね例えばオンライン診療をやってらっしゃる会社さんだとそれ以外の収益基盤を持ってらっしゃって長く戦っていかれるっていうような印象があるかなと思っていてフィンクさんそれでいうと結構本業ど真ん中と言いたいですけどそのヘルスケアアプリで稼いでいくっていうところを早期からやってらっしゃった印象あるんですけど実際に法人からの法人向けビジネスっていうとどんな 課金を当初をやってらっしゃいますか、ね。えっと法人向けのビジネス今もやってるんですけど、そう、ねはい、あの法人は基本的に健康経営の支援をしますと。で、フィンクのアプリを使ってもらうと、えー、月々いくらで支援していきますというようなことを行っております。で、今だと約250社ぐらいの法人様に導入されておりまして、まあただアプリを配るだけじゃねえ。さらにアプリを使ってレポートが、えー、その法人の HR の舞台であったりとか憲法の3に届くといったようなビジネスを行っていてあとは定期的にそのアンケートを法人様に使ってもらうことができましてすると事務社の経営状態健康状態であったりとかどのぐらい健康で損失しているのかという経済価値算出みたいなのを行うようなプログラムを法人では提,携し提供しているといった形になりますね。 現時点でいうと B 向けと C 向けどちらの方がマネタイズというか事業の成長スピードというか大きくなってきてるんですかえっともう成長スピードで圧倒的に 2C の方が今大きいですでマネタイズの金額も 2C の方が大きくなっておりまして、まあ、去年まではもう法人メインでやってたんで法人が大きかったんですけど去年の 2C ローンチから今までにおいて 2C の方が圧倒的にマネタイズスピードマネタイズの成長率とマネタイズ量が大きくなっているといった感じになります 実際にその c ー向けの方が課金するとなるとどういったところで課金をされてるんですかね、えっと、c ー向けからのマネタイズは主に3つありまして1つがまあ広告になります、えー、化粧品会社さんであったりとか食品会社さんとタイアップを行うことで、えー、広告収益を上げていくといったのが1つですでもう1つが f i n クプレミアムという960円のプランがありまして、えー、月,月額 で体重計がレンタル無料でできますといったところと、えー、ジムであったりとかヨガが月額会員じゃなくて、えー、都度利用できますといったようなプログラムクーポンというか優待サービスですかねっていうのがついているのとあとは専門家医師であったりとか薬剤師であったりとか、えー、栄養士さんであるトレーナーに相談し放題っていうプランを提供しているといったようなところが、えー、960のプランになっていてさらにフィンクモールで物販を行っているといったような三軸があるといった形ですね。 今、現時点で日本のヘルスケアスタートアップさんなかなかマネタイズはやっぱり大変だと思うんですけれども実際にやあのビジネスを展開されていてヘルスケア領域で戦っていく上で特に大変なことというか衝撃になっているものとか逆にそれを突破する方法チャンスのあるところっていうのはどういうふういいふに考えてますかね、えっと、結論から言うと、えー、資金がすごい僕は大事だなと思っています。 フィンクもそのマネタイズするところまで持っていくのに約20億円ぐらい使ったりしております。まあ、それは法人行ったりであったりとかいろんなのを曲折しながら KPI を上げて調達してきたという背景もあるんですけどもそもそもそういった戦略を得ていくとまあ僕らだと5年ぐらいここまでくるのにかかってますしなかなか資金が持たないのかなと思っていて。まあ 例えば海外だとワンショットで10億20億調達はすぐできますけども、今回私たちでも50億調達するのに何社も回り回ってですねえ提携してまあ50億が調達してきたんですけど、やっぱそういう資金を大量にロットを使って出せるっていうスキームが日本にあまりないかなと思っていて、まあそこがすごい障壁になってくるのかなと一つ思っています。でもう一つはそのヘルスケアによって継続するアプリを作るっていうのはすごい難しいなと私の中では思ってまして、まあそこを作り上げることができればまあ。 僕たちと同じようなことできると思いますけど弊社はそもそも溝口がですね、まあ、パーソナルトレーナーで今まで使った知見をフル導入してアプリを作っているので、まあ他の会社さんが一から始めるより圧倒的速いスピードでアプリを作っていけるというのが強みになっているのかなと思ったりはしておりますアプリユーザーがアプリを継続して利用するというところに関して言うと。 日本に限らず海外の会社さんっていうのもかなり苦労されているのかなっていう印象があります、はい、その中でフィンクさんとして今後日本国内から海外に出ていくのかとか海外で戦っていく上でそのアプリの継続という強み以上にどういった価値を提供されていくのかっていうふうに基本的には日本もアメリカもインドも考え方は一緒だなと思っていて、まあ、自分に合ったものがぴったり届くっていうところと。 それに応じていろんな人と一緒に使っていくみたいな方針はあまり変わらないのかなと思っていて日本ではすごいコストかけていろんなことを今までやってきたんですけど海外で同じプレーをするわけにはなかなかいかないなっていう考えはあるのでよりスケーラブルに成長できるような形で海外を攻めたいなと今考えています。 今拠点があるのはアメリカ拠点、ね、そうですね今拠点があるのはアメリカのサウナシスコのメインロンパークにあるっていう形になります今後他の地域だったりとかあのアメリカ以外の地域で展開を考えてらっしゃっかそうですね今話として出ているのはまあアジアの中国であったりとかあとインドこの前も 2週間前ぐらいですかねインドに、えー、ちょっと視察に行ってきたんですけど結構思ったよりも新日ですごいインドも面白い市場だなと思ったりはしておりまして今インドアメリカ中国みたいなところは今見てたりはしております具体的にその日本のスタートアップであることが、まあ、インドなり中国他の地域に入っていくときにどういうふうにワークしてますかね例えば日本ブランドだからヘルスケアだとすごくいいっていうような認識を持ってもらえるのか逆に結構ハードルがあるのかとか。 えっとすごい日本ブランドであることは僕の裸ではポジティブだなと思っていてやっぱ海外から見た時に日本ってすごい健康な国、えー、清潔な国だと思われてるような感覚はすごいありますなんでアメリカに持っていっても、えー、ジャパンなんだみたいな。でフィンジャパンをもしアメリカに転開されたら一定のファンはできるだろうってやったりとかそういうようなフィードバックは頂い,いてたりしていて。まあ、すごい日本が、まあ、まず アメリカ全市場を取るとかはなかなか難しいと思うんですけど一部を取るのはそんなに難しくないのかなと思っていますで僕たちは結構目指してるのは世界で唯一の,そのヘルスケアプラットフォームになりたいなと思っているので、まあ、そこをどうやっていくかみたいなところは結構戦略としても,もみ込まないと、まあ、アメリカであったりインドであったり中国は資金が潤沢にあるので、まあ、どうフィンクが資金力とチームを作って戦っていくのかみたいなのはすごい、えー、入念に戦略を練らないと勝てないなというような感覚はあるといった感じですかね。 ちなみにプラットフォームっていうのはあのヘルスケア領域でプラットフォームを作っていくってなった時にどういうふうに他社さんを巻き込んだりとか他社のサービスをつあの一緒のプラットフォームに載せていくのかってそこら辺の今後のビジョンってありますかねやっぱり僕が思うのはナンバーワンであり続けることかなと思っていてやはり日本でも今提携が圧倒的に進んできたのは、えー、フィンクがナンバーワンになってきたとでフィンクのアプリを他の会社が作る時にすごいコストがかかっていくことを ようやくいいろんんなな会社さんが認知しだしだたことかなとか思っていて、まあ、結構最初の初期の頃って「一緒にやりましょうよ」って言っても「いや僕たち自分たちでやるんで」みたいな人たちが結構多かったなっていう印象で,でその人たちがこの2年3年で自分たちでやってきて結構継続するアプリ作るの難しいんで、まあ、内部でもともと開発組織を持ってる会社さんも少ないですし。 まあそれとか失敗してきたことによって結構ヘルスケアのアプリ作るの難しいなという印象が多分日本の市場では結構みんな思ってきたといったところで今日本では提携が進んでいるかなというような裸を持っていますとで海外でいうとまず日本ナンバーワンなんで一緒にやりましょうというところを押していく必要があるのかなと思っていてやっぱり日本で成功してるんで海外でもうまくいくよねというロジックをできるだけうまく作って海外の会社も巻き込んでいくというのがまずファーストステップかなと。 でその渦がやっぱでかくなってくるといろんな会社巻き込みやすくなっていくので、まあ、その最初の渦をどう作るかみたいなところが今最も大事ななのかなと思っています日本国内に関して言うと今300万人のユーザーいらっしゃってそれがあのやっぱりプラットフォームの強みになってくるのかなと思ってるんですけど具体的にその300万人のユーザーがどういうふうに他のサービスさんなりプラットフォームに乗ってる会社さんとこうユーザーが動いていくのかというかどういうイメージなんですかね。え 基本的に健康になるイコールフィンクを使うっていうようなところのマーケティングを今後行っていきたいなと思っていますこの1年2年でするとフィンクのプラットフォームにユーザーさんが集まってきますとで僕たちが展開したいのはその中で例えば糖尿病予備軍の人たちであったりとか 高血圧予備軍の人たちっていうのがまあ特定できるようになってくると思っていて、まあ、その中でまあ例えば糖尿病に特化したサービスであったりとか高血圧に特化したサービスであったりとかあとは睡眠改善に特化したサービスであったりとかそういったようなニッチな領域のプレイヤーをどんどん提携したりであったりとか M&A をすることでまあより広くソリューションを届けていきたいなというようなことをしていくといったことを結構考えているような感じですね。 逆に今まで特定の疾患領域にフォーカスをしていたような少しニッチな会社さんだったりスタートアップっていうところは本社のプラットフォームに乗ることで逆にこうより多くの会社さんにユーザーさんにリーチできたりとかマネタイズができるってううようなそれは確実にそうだなと思ってまして例えば糖尿病のサービスでやりますって時に糖尿病の方々を集めることに結構コストがかかりますと。 すると、まあ、その投入分を直すことだけにマネタイズがなかなか、えー、スケールできないので、まあ、時価総額も上がりにくい資金も調達しにくいなという環境にもあると思っていて、まあ、フィンクと組むことによってユーザーの獲得単価が劇的に安くなるなと思っているので、まあ、そのフィンクがフィンクが育てば育つほどよりヘルスケア市場が活発,発になっていてより何、えー、んですかねソリューションに特化したスタートアップが生まれていくようなエコシステムができていくのかなというようなことは日々ちょっと考えながら今やってます。 ユーザーもだと思うんですけど実際にユーザーがフィンクのアプリ上で使ったデータとかそこで記録されている個人の情報というかそのヘルスケアの体の状態というところに関しても外部のサービスさんに提供していくっていうのはそこは結構扱い方が難しいなと思っているんですけどもユーザーさんがこのサービスを受けたいという形になればそこは渡していいかなと思っていて、まあ、そのオプト オブトインオブトアウトの考え方をしっかり整備して今していますが、まあ、そこをしっかりすることによってユーザーにとって価値のあることだって私は提供していいといったような形のスキームは構築できるかなと思っていまして、まあ、そこら辺はちょっとブロックチェーン使ったりとか新しいテクノロジーを使うことによって強化しながら、えー、いろんな会社と提携したいなと思ったりはしています。 最後に日本国内もしくは海外でヘルスケア領域で起業を考えていらっしゃるような方だったりとかそこの領域でチャレンジをしようとしている方に向けて何かかかメッセージとかありますかヘルスケア領域ってすごい広い領海だと思っていて、まあ、僕たちも1社で全部できるとは思ってないんですねだからその中で、まあ、フィンクはその今例えば日本だと一番にいるで世界は取りたいなと思ってるんですけどそういったような先導にいるので、まあ、そういった経済をもっと活性化していく ヘルスケア業界を活性化していく行動を行っていく義務があると思っていますとその中でまあヘルスケアであって起業したい人たちはまあどんどんフィンクと一緒に組みながらやっていけばもっと効率よくできるのかなとフィンクだとまあ資金調達のノウハウであったりとか戦略構築力であったりとかユーザーのデータであったりどういうので計測するのか全てもうほとんど持っていますので、まあ、そういったのもデータであったりとか情報交換しながら共にヘルスケア市場を活性化できればもっと社会にいいことが還元できるのかなと思っているので、まあ、ぜひ一緒に やっていきたいなと思ってますありがとうございました